どうしました？君の両肩にかけられた重圧はかなりのものだと推察している。それでもリーダーとして皆を導こうとしていること、感謝する。君の成長は著しい。見習いだった頃がもう懐かしいくらいだ。さすが近衛隊長の。いえ、俺はそんな上等な人間ではありません。そう言うな。まだ君は自分を責めているんだろう。私ではその悲しみを救いきれない。だがな、カルリッツ様がかばってくれたのだろう。ならばあの方にもらった命をどうか生かしてくれ。自分の弱さを悔やむ時もあるだろう。しかし君には先がある。いつまでも後ろ向きでいるには人生は短い。これから君は自分と皆のため力や意志はもっと強くなる。君の皆を守りたいと導きたいと思う気持ちがそうさせる。みんなのために。そう、もう二度と目の前で誰かを失いたくないのだろう。君ならそうするさ。それに君がいつまでも悲しみと怒りに支配されていたならば、カルリッツ様は何と言うだろうか。騎士が自らの平常心を保てずに王国が守れるか。とどなられて連兵場百州だ。カルリッツの声が聞こえたような気がします。教団の邪魔でろくに追悼もできていませんでした。ラグナデアに戻ったらやり直したいです。そうか、その時は私も参加させてもらおう。さて、少し落ち着いたら仲間とちゃんと話してきなさい。そこまで見ていたんですか。俺がみんなとあまり話せていなかったこと。あのな、君は分かりやすすぎる。自分を責めすぎて仲間からの励ましも拒絶したのだろう。全て終わったら週末の塔に向かうように。忘れていないだろうな。はい、もちろんです。指揮官もお気をつけて。カルリッツ、どこかで俺のことを見守ってくれてる。俺は力も意志も強くなってみせる。そして仲間を導いていくよ。見ててくれよカルリッツ。いや、一度だけ呼んでもいいかな。お父さん、いつかまた会いたいな。みんな、話したいことがあるんだ。キャッ。どうした？うん、俺たちがやるよ。そう？うん、分かった。うん、これは、うん、結構。じゃあ分かった。大丈夫？そうなんだ。うん、そっか。うん、もちろん。やっつけちゃって。力を貸して。ふっ。隠れて見抜く。暴れていいわ。ふっふっふっ。力を貸して。
ちゃって。いいして。ひゃっ。吹き飛ばしてやろう。女王様、お願い。簡単すぎるわ。期待しているわ。ひゃっ。逃げてみなさい。ありがとう。こっち。でも、好きにした。やっつけちゃって。それが…いや…そうだな。何？それが…いやだ。はぁ？あの…ああ…わかった。暴れていいわ。やっつけちゃって。逃げてみなさい。丸見えだわ。生意気な叱ってやって。
っつけちゃって。それは嫌だ。ありがとう。あ、これは暴れている。簡単すぎるわ。丸見えだわ。ヒュッフッフッ、やっつけちゃって。どうもありがとう。力を貸して。暴れていいわ。はい、仕方ねえな。暴れていいわ。やっつけちゃって。丸見えだわ。逃げてみなさい。やだ。うん。あ、ちょっと。
負けない。見せてやる。力を貸して。行くぞ。そうだね。やあ、こんにちは。最近、何かあった？なるほど。こっちです。やめてください。えい。やあ。Yeah!
水よ、力を解いてください。えいえい、さあ、はっ、さあ、やあ、えいえい、はっ、やあ、こっちです。一緒に戦って。私の出番に好きにして力を貸して、ふっ、たっ、たっ、ひっ、たっ、ひゃっ、ふっ、暴れていいよ、ひゃっ、やっつけちゃって、ふっ、簡単すぎるわ。生意気な、叱ってやって。ひゃっ、はっ、逃げてみなさい。シェン、お元気で。なんだよ。みんなごめん。俺、情けない姿ばかり見せてしまった。しっかりしなきゃいけないのに、みんなに冷たくしてしまった。大丈夫だぞ。俺はラスが元気になってくれたのならそれで構わない。え、なんかあったっけ。そんなに改まることないわ、仲間じゃない。ラス、気にしないで。セリアード、ごめん。私には何にも言わないの。ロムもごめんな。カルト、ごめん。俺は情けない人間だったけど、これからはもっと頼りになるリーダーになってみせる。一発殴り損なっちまったな。まあいい、次はねえからな。ああ、もうみんなを落胆させない。指揮官にも教えてもらったんだ。自分やみんなのため、意志も力もこれからもっと強くしなくちゃね。そうね、おせっかい焼きなラスの方がらしいわ。俺っておせっかいなのかね。お前の話は終わりか。リアに指揮官の伝言伝えに行くぞ。こんにちは、お疲れ様でした。まさか残り一冊ももう手に入れたのか。いえ、日誌を探しに行く前に指揮官の伝言を伝えに来ました。伝言？今日の零時、北端にある女神像前に行ってください。つまり指揮官が直接協力してくれるのか。はい、もうすぐラグナデアに向かわれるそうです。その時リーヤさんも一緒にお連れすることになるかと思います。了解した。その伝言のためだけに来たのか。そうです、他の人には任せられませんでしたので、無事
ラグナデアに到着されることを願っております。研究日誌は任せてください。必ず破棄します。ありがとう。私の責任を押し付けるようで申し訳ない。君たちに女神様の祝福と加護がありますように。女神様、何をする？まさか。何あのトーテム、うちらを監視してるのかな。逃げて、高校の憂いを断ちましょうか。人は お急ぎのようですね。捜索は済んだのですか？いえ、まだ調べている最中です。そうでしたか。実は教団内である事件が起こりまして、皆さんにもお知らせしようとずっとお待ちしておりました。事件ですか？少し前に泥棒が入り、貴重なものを盗まれたのです。番人を置いたのに、その番人も倒されてしまいましてね。しかもあの番人は特殊な方法でないと呼び出せないのですが、恐ろしい話です。一体その方法を誰が教えたのでしょう。とんでもない犯人だったのですね。その泥棒探し協力しましょうか。いえ、今回はただその泥棒についての注意喚起をしに来ました。皆様も泥棒にはお気をつけて。では。あいつもう感づきやがった。力を貸して。残りの一種は要塞の中に。まず周りを片付けよう。その後は正面突破だ。やっつけちゃって。悪くねえ。逃げてみなさい。力を貸して。ひゃ、期待しているわ。ひゃ、ひゃ。どうもありがとう。力を貸して。ひゃっ、ひゃっ、たっ、ひゃっ。隠れてみなさい。
暴れていいわ。やはり来たか。司教がおっしゃった通りだな。はあ？泥棒だ！教団の宝物を盗んだ泥棒めが！盗んだなんて人聞きが悪いわね。燃やしてあげたのよ。あんたたちの命を冒涜する代物を。あんなの宝物じゃないじゃん。宝物ってもっとキラキラしてるやつだよ。ちょうどいい。こっちに戦うなんて性に合わなかったからな。ひゃっ、タック、タック、好きにして、簡単すぎるわ。力を貸して、ひゃっ、暴れていいわ。隠れてみる。俺に任せて。くらえ！正義の一撃！負けない！けっ！最後の要塞のようだ。あと少しだよ。力を貸して、タッ、タッ、俺に任せて。くらえ、力を貸して。どうもありがとう。期待しているわ。
丸見えだわ。俺に任せて。期待に応えてみせます。どいてください。これでいきます。えい。あら、それで隠れてるつもり。暴れていいよ。俺の出番か。豪華の力。俺たちの勝利。邪魔にならないよう、モンスターを先に片付けよう。力を貸して。くらえ。私がいるから安心して。やっつけちゃって。暴れていいわ。逃げてみなさい。階段か。主探しは掃除の後ね。期待しているわ。ひゃひゃ。ふ暴れていいわ。どうもありがとう。やっつけちゃって。役に立ちたい。
別に全ての宝物がキラキラしているわけでは。前みたいに知識の宝物とか言わないでよ。そうそう、あの時すっごくがっかりしたもん。これにも実験の内容が書かれています。命は様々なところに活用できる。命を集積し強力なモンスターを誕生させたり、女神様を目覚めさせる養分にも活用できる。女神様を目覚めさせる養分。命を集めて強力なモンスターを誕生させるだと、まさか本当にそんな恐ろしいことをやってはいないだろうな。さあね、今までやってきたことを見ると十分にありえるわ。教団め、どこまでひどいことをするんだ。これも燃やせばいいよね。あっちでやっちゃおう。